民主党は朝鮮民主主義人民共和国の政党の一つ。日本統治の終了直後の混乱期に結成された朝鮮民主党を母体とする。かつては大韓民国にも同等の系譜を引く政党が存在した。公領として民族独立と南北統一、民主主義確立を掲げ、キリスト教信者を中心に支持を拡大した。 そのため、リーンエイラ党内の右派勢力は4月から7月にかけて順次閲覧し、ソウルで新たに朝鮮民主党を結成した。この朝鮮民主党は、南側にすでにあった韓国民主党や、勤労人民党とは異なる。一方、北半部に残った朝鮮民主党は、朝鮮労働党の指導体制に組み込まれて、活動を続けた。独立、主権、民主主義。 平和と人権の保護を政治的モットーとしている。しかし、実際は1998年改正共和国社会主義憲法第11条の共和国及びすべての機関は朝鮮労働党の指導のもとに活動を行うという規定により、朝鮮労働党の指導的役割に組み込まれている。対外的には朝鮮労働党による一党独裁を保育し、 最高人民会議に代表を送ることで、複数政党制の維持に寄与するとともに、対外的には北朝鮮による対南工作活動の実動部隊という役割を与えられている。議会の体裁を整えるため、執権党である朝鮮労働党との関係は、あくまでも与党ではなく、有党とされているが、事実上は衛生政党として労働党の一党独裁を保育しており、 しかも党中央委員会委員長は政府において国家副主席あるいは最高人民会議常任委員会副委員長を兼務しているため政権与党を批判、牽制し代替することができるような本来の野党の役割は果たしていない。対南関係ではもう一つの衛生政党である天ン教青友党と同様に労働党中央委員会統一戦線部の指揮のもと 労働党本体に代わって、南半部の進歩的政党や新北勢力、主体思想派政治家などとの交流を行う。2000年に結成された民主労働党とは、形式上は同じ野党として交流関係を持っていたが、同党,党と国民参与党との合併に伴い2011年に統合進歩党が結成された後は交流関係が維持されているかは不明だった。 その後統合進歩党は2014年12月19日付で強制解散となっており、もし今後後継政党が現れたとしてもその政党が本党と交流するかは未知数である。ありがとうございます。